はい、こんばんは、かりゆし龍神です。すいませんね、最近声ばっかりで。はい、まあなんですけど、今日はね、衆議院議員選挙のね、投開投票日だったんですね。投開票で、まあなんですけどね、まあ石破さんがね、総理になったもうなってから、なってからですね、すぐ衆院選解散したじゃないですか。はい、まあそれで、まあ、今日が衆議院議員、これ言いにくいな、本当に衆議院議員のね、総選挙なんですけどね、そのなんかね、選挙番組、選挙特番にですね、なんかね、開票速報とか出てくるじゃないですか。なんかなんて言えばいいのかな、何々さん当確しましたみたいな風に、こういう風に出るじゃないですか。それにですね、なんと裏金のねマークがついていて、まあこれで批判さと、まあ、賛否両論なんですけど、まあね、本当にね、すごいなって思いましたね。まあ本当にやりすぎじゃないかなっていうのもあるんですけど、いやー、こんな風につけるんだ、よくもつけたねって思いましたね。はい、まあ自民党の議員候補者が多いみたいですけど、はい、野党はいるのかな。はい、まあなんですけど、まあさらにはね、まあ裏金マーク、これもう、まあ、この話はもうちょっともう終わりにしてですね、もう本当に衆院選すごいですね。 TBS はね、選挙番組こういう風にですね、はい、すごい両方流してるんですよ、日本シリーズと衆院選をね、はい、こういう2つにやってですね、はい、なんか YouTube の違法のあれみたいな、違法動画みたいな感じなんですけどね、なんか見ててね、はい、まあ、いっそのことね、野球が始まったら、なんかやってたら、なんか他のドラマとか映画とかね、バラエティ番組こういう風に流すのもいいんじゃないかなって思ってるんですけどね、いっそのことね。はい、まあ本当にね、まあそれだけではなくてね、なんかね、河野太郎さんがね、なんか当確したみたいで、それでなんか神奈川県民に違反殺到どころか誹謗中傷まで、なんでこういうこんなやつを当選したんだって言ってるんですけどね。はい、神奈川県民はバカなんじゃないのかっていう、そういう風になってるんですけど、いや、そもそももう今日あれですからね、選挙ですからね、はい、投票日なんでしょって感じなんですけど、はい、行かなかったら行かなかったで批判でしょって感じなんですけどね。はい、まあ本当にね、はい、まあ本当にね、まあこれは本当にね、結果があれなんですよ、結果っていうか、どういうふうに当選するのか落選するのかっていうのがちゃんと出されてないんですよね。出されてないって言い方あれですけど、どういうふうに当選するのか落選するのかって明らかになってないじゃないですか。だからね、難しいと思うんですけどね。はい、まあなんて言えばいいのかな。結構ね、票を自民党の方が多いですしね、これはもう本当にどういうふうに落選するのかっていうことなんですけど、なんか政治のこういう話は本当に、ね、あんまり好きじゃないんですよね。特にこんな、こういう、こんな人を政治家にしちゃいけない。なんでこんな人を統制したんだとかね。じゃあだったらいっそのこと AI にしたらいいんじゃないか。政治家を AI にしたらいいんじゃないかと思うんですけど、その方がいいと思いますよ。はい。まあ、それか、ね、政治家を廃止して、国民に法律を作るとか、
決めたりとか、賛成か反対か、それを国民の皆さんに決めればいいんじゃないですかって感じなんですけどね。はい。まあちょっと話がぶっ飛んでて申し訳ないんですけど、そんなこんな文句言うんだったら、その方がいいんじゃないかな、僕が言った通りにしたらいいんじゃないですかねって感じなんですけどね。はい。本当にね、まあ、今回の選挙、特に選挙のね、特番番組がすごかったなと思ったんですけどね、裏金マークやらね、はい、二重放送 二重放送って言い方あれですけど、両方放送したっていう、そういう話だったんですけど、すごいですね、今回の選挙番組ね。はい、まあ、あと選挙番組だけじゃなくて、なんか河野太郎さんの当選で批判殺到まであってですね、まあね、あ、そういえばなんか、元名古屋市長のね、河村たかしさんが当選したようですね。おめでとうございます。まあ、河野太郎さんもね、当選おめでとうございます。なんですけどね。はい。じゃあね、まあ、終わりますね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。